私と安倍さんが、僕が開始されましたって、まあ、急に変わったからさ、何事かと、なんで、多分そうですね、安倍さんと私と他2人いるんじゃないかなと思いながら、ちょっと始めてみますか。では、見てくれてる人、多分2人ぐらいいると思うんだけど、その人にはありがとうございます。いらっしゃいませ。以上、伝えておきます。では、でね、そうだな、何から始めようかなと思ったんだけど、まず自己紹介しとこうかなと思って、一応私は石田直之って言って、ブログなんかには、うつ病サバイバーっていうことで、こうね、名前や出してるんですけど、それで、まあ、1999年から8年間ずっとうつ病だったんですね。で、その後カウンセリングの勉強とかしながら、こう2008年いっぱいぐらいでうつ病が完全に良くなりまして、それからカウンセリングの資格取って、で一応カウンセラーっていうことで始めたね。で、本業っていうか以前は、コンピューターのエンジニアだったんで、あ、ほんで年齢が49歳なんですよね。で、6月が誕生日だから、ちょうど6月が来ると50歳なんですよ。それで私は100歳まで現役でやろうと思ってるから、ちょうど人生の半分かな、そのちょうど折り返し地点かなと思いながら、こういろいろやってて、で、うつ病とか心の、まあ、できればスペシャリストじゃなくて、プロフェッショナルになると思う。で、スペシャリストにはあんまりなりたくないんですよね。どうしてかっていうと、やっぱスペシャリストっていうのはどちらかというと、こう口ばっかりで言うだけになっちゃったりとか、何かあっても責任をこう取らないような感じだけどね。だから専門家っていうのは、まあ、今の原発もそうだけど、なかなかこう実行しないじゃないですか。だから実行しないのはちょっと嫌だなと思って、そうすると何どういう言葉に当てはまるかなっていうと、やっぱプロフェッショナルかなと。プロフェッショナルっていうのは言うことも言うけど、やることもやるって、でなおかつ何かあった時には責任を取れる、そこまでやって初めてプロフェッショナルだと思うんですよね。専門家とか評論家っていうような形じゃなくてね、そういうような形にしようと思ってます。そんで、まあ、安倍さんにはね何個かお話してるけど、私はだからコンピューターのエンジニアで、カシオ計算機とかでは品質保証やってて、要は開発の一部なんだけど、製品が出る前の品質の確認なんか全部やってたんですよ。だから新しい商品が出ると、それに対してどんな、まあ、保証っていうかスペックっていうか、なんていうんですかね、まあ、耐久性とかそういうのも含めてどういうものにならなくちゃいけないのかっていうものをまず考えて企画立てて、でそれに当てはまってるかどうかをこう試験をする、試験を繰り返していくんですよね。でその試験っていうのは、だから通常のものっていうのはさ、ほら前にやったものの延長じゃない。そうすると結局試験の方法も決まってるし、こういう試験の方法すればね、ちゃんとね、確認できるとかっていうのも決まってるし、それに、まあ、試験をするほら機械とかも全部あるじゃない、一回出てるものであればね。ところが全然
ないものをやるから全部一から作るんだよね、うん、だからそうだね。そうするとない部品とか今までにない部品とかをこうテストしなくちゃいけないから、それこそ測定器から作ったりなんかするんですよ、うん、でそういうことをやってたからね。で、カシオ計算機にいた時はそういうことをやってたんだけど、で、カシオ計算機の場合はね、部品がやたらと余ってるというか、あのそこら辺中に転がってるんですよ。で、ゴミ箱の中に例えばあの、まあ、電卓のキーボードとか液晶とか、あとソーラーパネル、太陽電池とか普通の電池とか、そんなものがね転がってるんですよ。いくらでも使えるの。それとあとはあのなんていうんだろうな、そこに転がってなくても、メーカーにこんなことやりたいんでサンプルくださいって言うとくれるのよでサンプルっていうのはさ結局こうお金かかってるんだけど、だけどメーカーさんはねくれるの。なぜかっていうと、一つはあのそれで一回実験なりなんかしてもらってこう実績作りたいというメーカーさんがあるんでね。でお金もらうとかえって金かかるのっていうのは、例えば営業でさサンプル、例えばさそうだな、1000円、で数百円のさ部品をくれたとするでしょ、あ買ったとするじゃん。そうするといちいち伝票を起こして、ああいろいろと来てやったりとかしなくちゃいけないじゃん。説明したりとかさ、いろんなこう工数がかかっちゃうの。それよりもこういう部品、あサンプルで欲しいんですけどって言って、じゃあ送りますねって言ってしまった方が安いんですよ、メーカーさんも。だから結構いろんな部品もらって、それを使って測定器作ったりとか、やってたのね。で僕は結構あの怠け者なんですよ、もともとが本当やりたくないの何でも、どう思います？そう思わない？うん、思わない。というのはだってさ、コンピューターね、あの大学の時、大学の3年生、あ来年大学のね2年生の時からコンピューター始めたんですよ。その前っていうのはあのバンドをやってて、ギターとかボーカルとかやってたんだけど、そんで大学に入ってからコンピューターっていうのをこう扱うというか、あの好きになったのね。それはだから友達ん家に行ったらさ、友達がプログラム組んで、あのその時は MZ80 っていう8ビットのシャープのね白黒のめちゃくちゃあのなんていうの古いさコンピューターで、ちょこちょこっとあの時はなんだっけな、パックマンみたいの作ってたのかな、友達がね。でそれをこう見ててくれたのよ。そしたらさこうちゃんと動くじゃない。で設定した通りに動いてくれるわけ、ずっと一回設定してしまえばさ、ずっとさ一回プログラム作っちゃうと、ずっとそのプログラム動いてくれるんだよ。だから一回作っちゃえばあと何もやることねえじゃんっていうのがコンピューターを始めた理由そうだから、もともとがさ自分でなんかやりたくないから、代わりにやってくれるものが欲しかった、そういう発想からコンピューター始めたのね。で普通はだからその時に例えば何かやりたければさ人にお願いしたりとかするじゃん、こんなことやってくれとかあんなことやりたいとかってさ。ところが私はどちらかというとオタクっぽかったから、だから親身になるっていうか一緒になんかやるね友達ってあんまりいなかったのね。で人にお願いするとさやっぱりこう気使っちゃったりするじゃん、それが嫌だったのよ。だから自分でいろいろ自分でさ、だからあの音楽なんかでも自分で多重録音して、
デモテープみたいに作ってみたりとか、うん、みんな自分でやってたのよ、うん、その中でだからコンピューターっていうのはね、自分のやることをこう一回こう作っちゃうとずっとやってくれるから、あ、これはいいなと思って始めたのがきっかけ、うん、あ、そうだからね、もともとがさ怠け者だったんですよその発想からコンピューターを使ってさ、うん、でその時コンピューターもうだからその時全然お金なかったから、うん、あ、だからあのほらコンピューター作るのも開発用のいろんな測定器なりなんなりあるんだよね普通はさ、うん、あの安倍さんなんか見たことないかもしれないけど、うん、モニターがついててさ、こうよくあの SF なんかの時に、昔の SF なんかの時にこう波形がパパパパって出てくるやつあるじゃん、うんうん、あのオシロスコープとかシンクロスコープっていう機械あるんだけど、うん、あれがね当時ね20万ぐらいしたのかな、うん、ああ、で時給がねその時アルバイトの時給がね850円だったんですよ、うんうん、その時も開発の仕事してた時でさえね、でその前だからもうアルバイトもしてなかったし、ほとんどね、アルバイトはあの警備員のアルバイト、うん、確かね1日警備員やって、うん、4000円ぐらいになったかな、もっと安かったかな、うん、ああで警備員でなんだっけ、協定場とか江戸川協定、うんうん、とかあとは大井競馬場川崎のね、うん、あと立川競輪、うん、あの辺で、警備員やってたんですよ、うん、で今その警備会社なんだけど、うん、今すごく話題になってる警備会社なんだよ、うん、実は僕も知らなかったんだけどさ、うん、テレビ見てたらさ盛んに言うのよ、日月警備工場って、うん、知ってる？知らない。ほら強盗事件あったでしょ、6億円の強盗事件、うんうん、あれ立川でこうあったじゃん、知らない？立川で6億円が盗まれたんだよ、うんうん、知ってんでしょ、指導市場いや一昨日か昨日か一昨日ぐらいだよ、だそう最近、そうだよ今までほら3億円とかさ何とかってほらあったじゃん、3億円はほら、うん、府中だけど、府中だから、うん、あ、私ほら稲城じゃん、うん、あの東京都の稲城市だから府中競馬場の、うん、あの多摩川を越えてすぐのところだから、うんうん、3億円事件もだから府中だからさえらい近かったんだけど、うんうん、今度もだから立川なんですよ、うん、で立川はだからそんでその警備会社、盗まれた警備会社っていうのが日月警備保障って言って、うん、で大学の時にアルバイトに行ってた、あの警備会社、うん、その時にはね立川には支店は確かなかったと思うんですよ、うん、で本社がね神田にあった、うんうん、そんで神田まで通って、うん、で競馬場とか競輪場とかに行ってたんでね、うんうん、ほんでコンピューター始めた時にはだから神田ってさ、あ、安倍さんあれだもんね、大阪だから東京の地理詳しくないかもしれないけど、うん、秋葉原知ってるの？行くでしょ、うん、で神田と秋葉原って歩いて10分ぐらいのところなの、うん、そんなに近い、そうで大学の時にだから卒論がやっぱコンピューターの OS をね、だから OS ってあの、まあ、Windows とかさ、うん、そういうのと同じような感じなんだけど、自分で全部自作したコンピューター、うん、全部ハンダ付けとか全部作ってやるんだよ、うん、基盤ってなかったから、うん、全部作って部品を買ってきてね作るんだけど、それのコンピューターのハードの上に、うん、あの CPM っていう OS だから Windows、 今で言うは Windows とかさMacOS みたいなもんですよ、うん、それをこう移植する
移植して動かすっていう、それそういうレポート、レポートで卒論ですよね、うん、書いてたの、うん、でそれやろうと思ってやりたいなと思った時に教授が、いややってもいいよ、その代わり金出ないんだけどって言われた、うん、予算ないよって言われたの、うん、でその時その教授がやってたコンピューターのことやってた教授なんだけど、大学の大型のコンピューター入れたばっかりだった、うん、だからそれに全部予算を使っちゃったわけ、うん、だから大学で学生が卒論書くためのこうお金だから資金的な援助は一切なかったんですよ、うん、だけど私はそれコンピューター自分で作りたかったから、うんうん、そういうねあのプログラム見ててさ、あ面白いなと思ったから、うん、ただだから別にやってもいいけれどもお金は出ねえよって言われたんだけど、いや、うん、じゃあお金出なくても、まあ、やってみようかって、うん、でこう作ってたのね、うん、でその日月警備保障、うん、簡単にあるんだけど、うん、で、日給なのよ、うん、要は日給だから競輪場とか競馬場でこうアルバイトすると帰りにお金くれるの、だから3500円か4000円だったような気がするんだけど、そうすると歩って10分ぐらいのところに秋葉原があるじゃん、で秋葉原は電気街だからジャンクとかさあの部品がいくらでもあるわけよ、だからそこで部品を買って家に帰るの、そんで夜中に組み立てるのそういうようなことをこうやったりなんかしてたのね、ほんで大学の時に一回留年してるんですよ私、うん、あその留年っていうのがなぜ留年したかっていうと、あのテスト受けなかったいや私そういうところがあってさ、その時にはあの音楽に凝ってたのよ、うんうん、でマジで音楽すごい好きでロックとかあのフォークソング作ったりとか、うん、ライブとか全然上手くないんだけどね、うん、やったりとかするのが好きだったわけ、うん、でバンドの友達とかそういうのでさこうやってるとさもう勉強しないじゃん、うん、でどうせさあのテスト行っても全然勉強してないから書けないわけよ、うん、いやいいやと思ってさそのままさあの、うん、あの免許取りに行っちゃったりとかしてたもんだから、それがね1年の時かな、うん、こんなことしたもんだから単位がね1年の時の単位がねなんと一桁よ確かね単位が9しか取らなかった、うん、うん、それでほんで2年になった時にこれはまずいなと思って猛烈にやったんだけど、ところがね、単位ね、一単位し足りなくて留年したの、うん、そのね、一単位足りなくて留年したその教科なんだけど、うん、誰も落ちないって言われたやつの、うん、そういう噂、うん、落ちた、うん、だからテストで絶対に落ちないよって言われてたその教科だったのでね、でなぜその教科が絶対落ちないかというと、こうテストに出るところを前もって出してくれるって言った、うん、発表してくれってのこういうテストが出ますよっていうことを授業の中で言ってくれるの、うん、でだからみんなでその答えをこう覚えてって、ね、答えだけ覚えてくれるよ、うんみんなでさあの解けばいいわけだから答えだけ覚えてって試験当日の時にはそれを書けばいいから、うんうん、絶対落ちるわけないって言われてた教科だったの、うん、そしたらさいきなりその教授がさこう方針変えちゃってさ、うん、だから何もだそういうことだったから、うん、何も勉強しなかったわけ、うん、で出席も取らなかったから一回も出席しなかったわけ、うん、ね、そしたらあの試験発表しませんってことになったら取れるわけないじゃん、うん、それで怒ってその一体まあ他にも怒ったのはあるんだけど、それがもし受かってればあの留任はしなかった、うん、
うん、だけど結局その一単位が足りないために留年することになって、それが2年の時だから3年に上がれなかったんですよ。3年には上がれたんだ、3年には上がれたんだけど4年に上がれなかったのか、うん、だから3年を2回やったわけね、うん、で3年の時にはこう4年の単位も取れるわけ、うん、あの留年してるからさ一応、うん、だから取れるから3年の時に取れる単位は全部取ったわけ、うん、それでまあそれと一緒にこう開発のさ会社があって、渋谷にナックスっていうさゲームを作ってる会社があって、そこにアルバイトしながら、まあ3年で4年で取る全部の単位ほとんど取ったわけ。ところが取れない単位ってなってさ、まあ卒論取れないでしょまず、うん、それとあとなんていうのゼミのねなんか単位があるんですよ。それはだから卒論と同じなのかな、なんかいくつかほとんどほとんど数校ぐらいしか単位は落ちて、あの必要な単位なかったから、うん、いや4年生の時にはほとんど学校行かなかった、うん、だから確かね、だから卒論だってさ全部家でやってたから、うん、あの学校行く必要ないか ら、うん、だからゼミのなんか実験かなんかの時だけだから週に1回ぐらいしか学校行かなかったんですよ、うん、あとは家で全部寝袋にしてこうあの夜中でも何でも起きてあのコンピューター作って卒論を書いてたりとかして、うん、でやってたのね。ほんでその渋谷のナックスっていうゲームを作ってる会社で、うん、ほとんどねあの技術的なものはそこで教えてもらったの、うんうん、だから学校で大学でさ、うん、であの今の工学部ちょっとよくわかんないんだけど最新のことやらせてくれるのかもしれないんだけど、うん、僕なんかが大学の時には、まあ、IC とかは出てたのにね、こうチップね、アシチップってよく言うじゃん、うん、ああいうのがもう市場とかにこう出てて普及してたのに、いまだにトランジスタとかさ、うん、トランジスタとかあと真空管の理論とかさそんなのをやってたわけ、うん、だから全然面白くないし、そんなやっても全然役に立たないし、うん、だから大学の時に取った授業で今役に立ってるっていうものはほとんどないんですよ。っていうかあの、うん、あの就職した時に役に立ったものもなかったね、うん、大学の時には、うん、だけどその開発会社で開発会社でねあのいろいろと教えてもらったんですよ。でまあコンピューターの話になってたんだけど、コンピューターであの例えばね僕の仕事メインの仕事はあの安倍さんなんか知ってると思うんだけど、あの卓上のさゲーム、卓上のゲームっていうのは今のファミコンみたいんじゃなくて、昔はほらやっぱゲームセンター行ったりとか、あとはほら喫茶店の、ね、テーブルがゲームになってるのあったじゃん、あれの基盤をね修理するの、それがアルバイトだったのね、うん、で1枚修理すると、うん、7000円会社の方がもらえるわけ、うんうん、でそれを修理するのが仕事で、うんうん、で最初だからそれ修理始めた時に、うん、あのびっくりしたのは専務から回路図だけ渡されるわけ、うん、あと自分で調べなきゃなんだ学生だよ学生の時にさ回路図だけ渡されてさ、あと基板とかさ、まあ測定器なんか使えるけど、であとは自分で調べてやりなって言われて、で本とかこの部品のマニュアルとかそういうのはたくさんあるから結局自分で調べながら、まあ、やるわけよ。だけど最初全然治らない治るわけないよ回路図だけは支えてさ直しといてって言われたってさ直せるわけないじゃん。そのうちだからさあのお客さんからさこうあの来るんだけど ね、 あのね修理の依頼来るんだけどだんだん溜まっていくわけ、うん、ほんで
いろいろ調べてるうちにさ、いろいろ分かんないところが出てきたりなんかするとチラチラとこう聞くうちに少しずつねこう教えてくれたりとかして、でこう、直せるようになったんだね。だけどね、まあそういういろんな機械があるんだけど、修理の時に一番使った道具って何だろう。修理の、まあ、ドライバーとか修理っていうか、そのどこが悪いのかを探すのに見つけたのは、あれ、体体電気の回路を修理するのに一番使ったのはね、五感ですよ。ああ電源入れるでしょ、うん、そうするとね、匂い買うの、うん、そうすると悪いところがあるとそこでちょっと焦げ臭いようなね、変な異様な匂いがする、うん、それとかあとね、あの昔、今はそんなに分かんないかもしれないけど、うん、こうちょっとね、なんて言うんだろうな、ちょっと違和感のあるような音がピーって音がしたりとかするんです、うん、あとは目でこうハンダ付けがさ取れてるところがないかとかさ、うん、そういうことが一番、うん、そんな感じでさこうやってたから、うん、要はもともとがさそうやってなんか教えてもらうっていう経験があんまりないのよ、うん、数学坂本って高校の数学の時にはもう数学はすごく得意だったから、うん、だから授業を受ける前にさ、あの参考書を見るじゃん、うん、そうすると大体分かっちゃうから、うん、だから高校で授業を受けてもあの全然違うことやってたから、うん、で教科書を取り上げられたりしてたからあんまり教えてもらうっていうのがあんまり好きじゃなかったんだよね、うん、自分で何でも調べるの方が好きだったから、うんうん、そうそう、でほらコンピューター、それで可視計算機でいろんな事務っていうかね、そう測定器を作ったりとか、その時カシノケサキで言われてたあだ名がだからキテレツくんなんですよ知ってるでしょ、あの藤子不二雄のさキテレツ大百科、うん、あれのキテレツくんって言われてて、なぜかというと結局ほら人なんか僕のほら友達なんかこういろいろ手でこう測定するんですよね、そうこう時間かかるしさ、だからあの作ってあげちゃうの、うん、そう自動測定器をさちょこちょこ作っちゃうの休み時間に、うん、仕事中ほら人のやるとさなんか言われても嫌だなと思って、うん、あの仕事が終わった後、うん、あの実験室みたいなのがあってさ、そこでさっき の, あの、ね、部品っていうか要はゴミ箱から部品を集めてきて、で開発の部品庫っていうのがあるんですよ、うん、僕はほら品質保証だったから開発じゃなかったんだけど、開発とはこうもうちょっちゅう出入りしてるから、そこに開発に行くと部品庫みたいなのがあって、開発にある部品はこう何々かの誰々って書いてやると自由に持ってくれるわけ、うんうんうん、だから抵抗とでもさそういうちっちゃい電子部品なんかそこで調達できるし、ほとんどのものはこうゴミ箱に落ちてるんだよだからそれをこういっぱい集めていろんなジム作って自動測定用にしてたもんだから、キテレス君とか言われててさ、そういうのがベースになる、うん、あとはだからそれで問題が起きるので、だからよくあったのはこうよくあったっていうかよくあっちゃ困るんだけど、あのよくアダプターってあるでしょ、機械につなげるさ、パソコンでもノートパソコンなんかアダプターついてるじゃん、あれが燃えちゃったりとかさ、カジオ計算機、あのデータターミナルってさ、あのポケコンのさ親玉みたいの作ってたの、業務用のポケコンみたいの作ってた、うん、そしたらそれが西日に当たってさ溶けましたとかさ、あってさ、あと機械がさ、あの今ほらよく充電器使うじゃない、うん、携帯なんかでさ、あれってすごいエネルギー蓄えてあるんだよね、うん、だからちょっと何かあってあるとこう爆発じゃないけどシュ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 とかさ煙が出たりとかものすごい高熱になったりするわけ、うん、そうするとお客さんからこんなのありましたって言われて、で
どうしてそうなったのかっていうのを突き止める仕事、解析、不良解析というか問題解析の仕事をしてた。うん、だから4年間箇所計算機に行ったんだけど、ほとんどは問題解析の、専門だったんだよね。うん、だからこう電気に関わらずさ、あの物理的なもの、例えば衝撃によってなんか壊れるっていうと、例えば一番ハイテクなのはね、あの原子顕微鏡を使って解析するの。ほら、よ、安倍さんなんか聞いたことないかもしれない。疲労、疲労、なんだっけ、疲労なんとかってあるじゃん、あの、破壊っていうかさ、金属疲労か、金属疲労。で、時々さ、なんかでさ、ブレーキ系統とかでさ、言われてたりするじゃん。ああいうのがあったかどうかっていうのがさ、わかるのに、電子顕微鏡を使ったりする。うん、そうするとポキッと折れるんじゃないんだけど、あの徐々にさ金属が疲労していくと、その切れた箇所にこうなんつうの、鱗状っていうかさ、そういうなんつうの、模様ができちゃったり、それはね、もう本当に 微量なもんだから電子顕微鏡ではわかんない。うん、でそれあの IC チップあるでしょ、うん、時々ほらテレビなんかでやると思うんだけど、 IC チップって5ミリぐらいのこのちっちゃいね、ちっちゃいやつにこうボンディングって言うんだけど、こうチャカ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 さ、機械でさ、こうハンダ付けしていく場面があると思うんだよ、うん、細い金のあの線でね結んでいくの、それがね金属疲労で切れちゃうっていう現象があって、それがだからどういうふうにね、ストレスがかかるというか、どういうふうに衝撃がかかったときにあの金属疲労が起きるのかっていうのを調べるのに、その原子顕微鏡を使ったりするよ。だから電気の仕事をやってたんだけど、電気だけじゃなくて材料とかもね、うん、だから液晶とかもやるし、あとはそうだな、液晶もやるし、あとプラスチックの材料、まあほら、箇所計算機だと電卓とかさ、そういうの作ってみる。そうすると、ボディに当たるのは、だいたいプラスチックでしょ。だからプラスチックの強化とか、そういうのもやったわけ。だから、電気が出たとは言っても、その実践で解析やるときには、物理とか化学も全部含めた上での解析だったわけ。だそれって今、ほら、ね、心の問題とかやってて、心理療法とか、ね、そういうのをやるじゃん。んでカウンセリングやったりなんかすると、相手がどう考えてるのかとかさ、いうのをこう推測したりとかさ、あとは本なり、そういう文献なりをこう探したりとかするっていうのは、ちょうど同じことやってるんだよね。あ、箇所計算機の時にあの解析してたのと、そんな変わらない。それがだから、そういう製品、ね、開発の製品とか、あと電気とかの話なんだけど、その時にね。で、今やってるのは心の解析ですよね。ああ、で、心、うん、それに関してはだから、ほとんどね、手法的には同じ方法を使ってるんです。だから、私はだから、今心の関係をいろいろやってても、基本はやっぱ技術者とかやっぱ開発者のこう考え方でやってる。だから心理学者とか学者の考え方じゃないんだよ多分。学者ってさ、どちらかというとさ、こう原因っていうかその理論的な原因を追求していくじゃん。ところが技術者っていうのはさ、そんな理論なんてどうでもいいんだよ。でしょ、車でも何でもさ、動きゃいいのよ。要はあの結局あのね、流体力学だとかさ、いろんなほら理論はあるんだけど、最終的には理論っていうのはさ、こう動く、車なら車がこう動くっていうことに関わるものだけ調べればいいし、分かればいいし、別に理論を追求するのが仕事じゃないから、技術者っていうのは。
本当、あの過小計算機の後に日本デジタル研究所っていうところで開発やったんだけど、ね、開発の仕事っていうのも理論じゃないの。だから必要に応じて理論はこうバックグラウンドとして持ってる必要があるんだけど、それは本当にバックグラウンドなんですよ。背景にあるだけの話で、使うのは技術じゃない。何を作りたいか、開発の場合はね。だから解析の場合は何を知りたいかですよね。だけど、あの開発の場合は最終的にどんな製品を作りたいかをっていうのが決まるわけ。だコンピューターもあのコンピューター作ってたから、あの JDL というのは日本デジタル研究所にいた時もコンピューター作ってたから、そうするとどんなコンピューターを作りたいかっていうのがまずあるわけ。それにはだから性能もあるし使い勝手もあるし、それにまあコスト、だっていいものを作ったってさ、コストが全然高かったらさ売れないわけで、そういうの全部そういうスペックとしてこう出てくるわけや。その中でじゃあどういうふうに作ればいいかっていう、今度は手段ですよ。要するに製品は目的ですよね。最終的にこう製品にするっていうのは目的でしょ。でどうやって作るかっていうのは手段じゃない。であらゆる手段を考えていくわけ。あと日程の問題があるよね。そういうあらゆるこう問題点をこうクリアして初めてこう製品っていうのが出る。それはだから 人生とかさ、例えば何かで言えばだから目標があって、それを目標を達成するためのこう方法をいろいろ探していくっていう、そういうのがだから開発っていうの仕事には求められるんです、だってね、あのいくらいいものを出してもね、あの例えば A 社っていうのがあって、こういうものが欲しいって言われて、じゃあ作りましょうって言ってね、他の会社がさ先に作ってその会社に売っちゃったらさ、後から作ったって買ってくれないでしょ。要はこう期限があるわけ絶対。でいくら早く作っても高かったら買ってくれない。性能悪くても買ってくれない。全部トータルの製品としてのパフォーマンスっていうか、それが出て初めてあの仕事を達成できたっていうことになる。だから一番苦しかった日程っていうのが確かね、 6ヶ月でね製品作れって言われた時、通常1年かかるんですよ。全部だって最初の設計から全部入るから、調査から全部入って6ヶ月ぐらいでやってくれって言われたのかな。でなんで6ヶ月なのかっていうと、12月にねコムデックスって知らないかな、あのアメリカのラスベガスで、あのコンピューター関係の、一大イベントがある。あの多分今は知らないけど、その頃は一番の、一番大きいイベント、コンピューターのイベント、コムデックスっていうのが12月にあったんですよ。そこに出したいっていう。でもしそこがダメだったら、次のコムデックスだったらまた1年待たなくちゃいけない。そしたらもう作ったところで意味がないわけ。だからそれがだから6ヶ月ぐらい、確か6ヶ月ぐらいだったんだよね。でともかく作らなくちゃいけないっていうふうにもう言われてるから作らなくちゃいけないじゃん。でもいろんなところに相談してもできるわけないよって言われるわけよ。で逆算していくとできないのよ普通に逆算するとできないの。で一番ネックになった日程が基盤を作る日程。基盤ってほらよく電子機器をこう開けるとこう板が入って部品がこう乗ってて、こう配線がこう線がさこうねぐちゃ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 なってんじゃん。あれを作るの。あれがね確かね1ヶ月ぐらいかかるって言われてたのよ。そうすると絶対間に合わないわけ。
うん、でも1週間でやらなくちゃいけなかったわけ、うん、それで結局どうしたかっていうと、まずあのコンピューター使えるコンピューターをみんな使ったの、うん、あの配線ある程度ね自動配線ができるのね、コンピューターにこう設定するとコンピューターがやってくれるわけ。ところがあのコンピューターも全部万能じゃないから、こうやり方をある程度設定してやんなくちゃいけないわけ、うん、そのやり方っていうのは何通りもあるわけ、うんうん、だから一番どれが一番適してるのかっていうよくわからない、うん、やってみないとわかんないところがあって、だからともかくあるコンピューター、その頃、まあ、あのうんとワークステーションって言われてるパソコンじゃないんだよね、うん、それをこう全部開けてもらって、そのために1週間開けてもらって、ほんで空いてるコンピューターに全部その手法を全部違ったパラメータでセットして一挙に動かした、うん、そしたら普通はこう1台ずつ1回ずつやっていくから、うん、あの時間かかるんだけど、うん、数台でやっちゃうから何倍にもなるじゃん、うんうん、するとそうやりながらこうできたやつをこう微調整するっていうか、配線をねこうコンピューターじゃ配線できないところがあってさ、あのアルゴリズムっていうか、要するにコンピューター持ってるこうテクノロジーだとこう考えがこう及ばないようなところっていうのがあって、それはあの人間がやらなくちゃいけないと思う。だからしょうがないから、それは人間がやるわけね。だけどそれは同時に何人もできないわけよ。同じこう基盤の設計やるもんだから、一人がこっちをやってる間に一人がこっちを違うところをやるってことできないわけ。今だとほら Facebook じゃない Google なんかさ、ファイル共有とか言ってさ、文章なんかはさ、ほらみんなでね共同で作ったりとかできるんだけど、そういうことができなかったわけ。だからあの参考体制にしたの、うん、だからあの朝めちゃくちゃ苦手なやつがいたから、うん、そいつはあの夜だけ、真夜中だけやるので、私は朝方だけ、朝から午前中だけで、午後からもう一人がやる。それで24時間を3個に分けて、で1週間ぶっ通しでた、うん、だけどいろいろ労働問題の話があるから、うん、本当はいけないのよ、うん、あの要は夜中だけ出てくるやつがいて、うん、そいつはだから帰るわけにいかないんで、うん、あのタイムカードを押してないとごまかせないから、うん、だからそんでほら他には言ってないからいることにしてるからさ、だから夜中こうコンピューター使ってその配線やるでしょ、と朝一番の電車で行って私と交換した後は、そいつはあの午前中いっぱいは、僕は4時頃かな交代するんだけど、そうすると午前中いっぱいは保健室に行ってそいつ寝てるのでそいつの用事があると、僕のあの部下だったんだけど、用事があるといろんな理由つけていないって言わないでどうぞこう何々やってますみたいなことでで全部そういうのは午後にこうあの回すようにして、そしたらでも1週間で終わったの。だから結局ほらやり方はさ、やっぱいろんな方法がやっぱ見つかるもんだからさ、やってみるさ、うん、だそういうのがだから今のこうあのね心の問題とか、あとはまあ今みたいなことをやってるののこうベースになってるっていう、うん、そこにベースなんですよ、うんうん、で僕はだから学者でもないし、うん、ね、だからエンジニアなんですよ。エンジニアで開発者のこうやり方を、そういうのをだからね、心の問題を解く方法として使ってる、うん、だから僕にとってはコンピューターをなんかいろいろやるのと、心の問題をこういろいろと扱うのとはそんなに違いはない、うん、
うん、同じようなスタンスでやっていたり、うん、そういうような感じでやってるんですよ、うん、だから今回のやつもね、こういうのやりたいなって思った時に、ライブ中継やりたいなと思った時に、そのどうやったらできるかなっていうのを考えるわけだ。そう考えていくうちにこうなんとなくできてくるものもあるし、うんね、でやってるうちにこう分かることってあるから、うん、でこういうさライブみたいなことっていうのは実はもっと前にやろうと思ってたの、うん、ところがこう今5人視聴中って書いてあるから、多分安倍さんと入れて3人他の人が聞いてるんだと思うんだけどね。そんでやっぱ話すっていうのはさ、やっぱり僕は話のプロじゃないから、あのディスクジョッキーとかだったらの人だったらできるかもしれないけど、そうすると聞いてる人がいて初めて話せるんですよ。そうするとね、画面に向かって誰が聞いてるかわかんないときに話しなさいって言われてもなかなか話せないんですよ、うん、だからこう安倍さんにこうね、お願いして聞きつけになってるよ、もらってるわけで、3人ね、見てる人がいると思うんだけど、安倍さんがどうしてるかって分かんないんだよね。安倍さんの顔見えないもんね。顔も見えないし、どうなってるか分かんないから、ちょっとカメラ外してこんなになってます。こんなになってます。こんな感じで、別のパソコンに、うん、スカイプでお話をしながら、もうちょっとアップできるかな。こういう感じで、スカイプにこう接続してもらいながら、こう今ちょっとお話ししてるんですけどね。こういうふうにやって初めて、こう実現できる。できた。だから安倍さんが手伝ってくれないと、こういうことはやろうと思ってもできない。で、やってみるとなんか面白い、やり方がこう分かるものもあるし、ね、そうで、ちょっと話がまたちょっとね、そこからちょっと脱線というか、つながるんだけど、結局こうカウンセリングの仕事っていうのは一番大きいのはやっぱ聞くっていうことね。阿部さんはね、あのカウンセリング教室でこう聞き方っていうのを受けてもらったんだけど、聞くっていうのは結構重要な役割なんですよ。ああ、だから聞いてもらうっていうことも重要だし、聞くっていうこともすごく重要でね。で、結局例えば成功者にどうしたら成功しますかって聞いたときになんて答えるかというと、人間を知ることだっていうふうに答えるらしいんですよ。まあ全部じゃないにしてもね、要は何かに成功するためにはやっぱり人間についてはよく知らなくちゃいけない。そうすると一番要するにその人のことを知ろうと思ったら何が一番いいかというと、やっぱ話を聞くことでしょ。うん、だからさ、その人を外見から見てても、履歴で見ててもよくわからないじゃん、結局はさ。その時に一番ね、わかるのがやっぱその人の話を聞くことなんですよ。で、その人の話を聞けば、聞くことでその人の持ってるノウハウとか、そういうのも自分のものにできるし、どんな考えをしてるのかってわかれば、いろいろと協力し合ったりするときにすごく役に立つでしょ。まあ営業なんかもそうだし、例えば企業のマネジメントね、あの部下とかの話もそうだし、上司との交渉とかもそうですよね。まずね、あのどうしてもみんなね、聞く前に話しちゃうんですよ、うん、そうするとね、聞く前に話すとなかなか話が伝わらなかったりするんですね。だからまずこう相手の言うことをよく聞いてあげるっていうことが、あのカウンセリングでもそうだし、あの、まあ、ビジネスというか、こう社会一般の上で非常に大事な
で今安倍さんに聞いてもらってるんだけど、結局安倍さんに聞いてもらってるからお話できるんですよ今ね。ああもし安倍さんに聞いてもらってないと思ったらお話できない。ああね。でなんかやっぱり聞き手がちゃんと聞いてくれるっていうのがあって初めて話せるんですよ。で話すっていうのはどういうことなのかっていうとね、もうイマジンハートってやってるんだけど、要するにイマジンハートっていうのは要するにハートを心を見つめるっていうことなんですよね。イマジン要するに心をイメージしなさいっていうことなんだけど、でイメージっていうのは頭の中でどういうものかっていうと、よく思考とか考えっていうでしょ、なんかいろいろ考えますよね。だけど一番最初の発端になるのはイメージなんですよ、考えるのね。何か頭の中のイメージがこうポッと出てきて、それが漠然としたあのものなんだけど、それを言語化するんですよ。言葉にこう置き換えていく。イメージを、頭に浮かんだイメージを少しずつ言葉っていうかそういう記号ですよね、に置き換えていく。そうしないと相手に伝わらないでしょ、まあ絵をパッと見せればそれで伝わるっていうのはあるんだけど、そうすると話すっていうことはね、漠然としたイメージ、例えばあのまあ明日じゃない、水曜日にもうの体験でうつ病のやつやるんだけど、うつ病でこう辛いとか例えば苦しいとか悲しいとかいう、こうそれってイメージなんですよ。だけどそれを人に伝えようとした時にはね、あのイメージじゃ伝わらないから、どうしても言語に直される。そう、言語に直すっていうことはどういうことかというと、頭の中に浮かんだ嫌なことでも何でもそれをよく観察しないと言語にならないんですよ。だから一人で黙々と考えてるとこう考えがまとまらないんですよ。堂々巡りしちゃう。でそれでカウンセリングのこう役目があるんだけど、カウンセラーっていう聞いてくれる人、何を言ってもこう聞いてくれる、受け入れてくれる人がいると、自分の頭の中にあるいろんなモヤモヤしたイメージが言葉という形になって相手に表現する。その段階でもう頭の中で自分で整理できてる考えを、なおかつ自分が話す内容は自分が聞いてるでしょ、それ要はフィードバックって言うんだけど、言ったことに対してフィードバックって耳から入ってくる。そうすると自分の発生した、言葉が自分に来た時にうんと考えるわけですよ、私こういう時に悲しかったんですとか言った時に、それを言いながらそうかなっていうフィードバックかかるわけ。それはあのカウンセラーがこう言わなくてもフィードバックかかる、言っただけでね。でカウンセリングは その時にはカウンセリングは何も話さなくてもいいし、何も知る必要もないんだけど、それだけでもこう自分が言ったことに対して自分でフィードバックして自分の頭の中を整理する。それだけでも堂々巡りはね、随分変わってくる。それをだから引きこもりとか、例えばね、外に出なくて誰にも話さないって言った時にはこう全然そういう頭の中の整理ができないんですよ。そうするといつまで経ってもわだかまりというかこだわりが残っちゃうんですね。だから愚痴なんかでもこう誰かに話すことでこう気分が収まるっていうのは、それで頭の中整理ができるんですよ。もやもやしたごちゃごちゃしてたものが、ごちゃごちゃ気持ち悪かったものが話すことで頭の中がすっきりする、整理ができる。いらないものは消すこともできるし、こう入れ替えたりとかしながら頭の中でね、話すことでね、頭の中がどん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 整理されてくる。そうするともうぐちゃぐちゃして汚い部屋がすっきりするような形になって、
もう話しただけで愚痴を言っただけでもそういう、ね、効果がある。それに対してはあのカウンセラーはだから聞き出してあげる、その環境を作ってあげる、うん、でうなずいたりとか共感をしてあげることでどんどん話せる。それとカウンセラーはこう聞いてあげる、質問してあげる、投げかけてあげることでこうできてない部分を全部出してくる。ちょっと表現悪いかもしれないけど、例えばあのまあまあ汚い話かもしれないけど、おしっこ例えばね、おしっこが出たとするじゃん、まだ残ってるなって例えばあったとするじゃん、だけど自分では出せないときにこうなんか手助けしてこう出してあげるっていう、そういう効果もあるんですよ。ほんで阿部さんにもちょっと話したときに、そのなんで吐き出す必要があるかっていうのは、その整理するっていうこともあるんだけど、あとカウンセリングのいろんなセミナーでもこう言われることなんだけど、あの心の中っていうのは、心っていうのはある意味コップに例えられるんですよね。でコップにはこう水が入ったりしますよね。ところがあの苦しい時、なんか悩んでる時っていうのは、その水がこう綺麗な水じゃないんですよ。こう泥水だったりとか墨汁みたいな真っ黒な水だったりとかするわけですよ。でその時に今度じゃあ新しい考えね、その黒いっていうのは、黒いその泥水っていうのはこう良くない考え、こう不安だったりそういうものなんだけど、それを今度じゃあ新しいいい考えにすればいいと思ってこう継ぎ足すとするでしょ。だから例えば牧場のね、牧汁の入ってるコップの中に、まあ清涼飲料水でもいいし、あのミネラルウォーターを入れたとしますよね。だけどコップの中の水ってさ、黒いままじゃない。多少はさ、あのね、綺麗になるかもしれないけど、どんどんこう入れない限りはさ、なかなか難しいでしょ。だから普通はどうするかっていうと、コップから水を取りますよね、最初にね。ほんで全部出した後に綺麗な水を入れてくるでしょ。それがだからこう吐き出すっていう効果がある。だから言葉にして自分の嫌なことを全部吐き出してしまう。ほんでコップの心っていうコップの中を一回空っぽにしてしまう。その上で今度新しい違う考えなりをこう埋めていく。そうすると前真っ黒だったコップの中の水がこう綺麗な水に変わる、そういう効果とかもあるんですよね。そうどうですかね。だからカウンセリングってそういうのは、ただあのでまあカウンセリングコースなんかもカウンセリングとは何かっていうのをこう扱ったりするんだけど、まあ、カウンセリングっていうものはまずそこまでなんですよ。要はその話すことによって自分の頭が整理して自分の嫌なものを吐き出すっていうのが一応カウンセリングっていう、アクティブリスニングっていう傾聴ですね、積極的に聞くっていうことが本来カウンセリングのベースなんですけど、それプラスやっぱりあのそれだけではなかなか治んないところがあって、でそれやってることによってこう自分で気づく、あ私はこうだったんだって気づけばいいんですよ。ところが気づかない人もいるし、そうすると何らかの気づく方法を探してやらなくちゃいけない。そうするとどうカウンセラーっていうか、そうするとねセラピストっていう心理療法家ですよね、心理療法をする人のこの素人になっていくんですけど、そうするとそのね、いろいろ悪いものを持ってる人に自分の悪いところが何かっていうことを気づかせるヒントになる方法をこう提案したりとか一緒にやってみる、そういうのがまああの
カウンセリングの次の段階というか、ちょっと上の段階で心理療法家の仕事、そこではまあ癒しね、だから例えば音楽セラピーがあったりとか、箱庭療法って、なんかね、箱庭を作ってこう観察するとかね、そういういろんな方法があるわけですよ。そういう形でまあカウンセラーとセラピストっていうのがいるんです、うん。で、僕なんかやってるのは、まあカウンセリング、まず一回聞かないと、ね、その人を知るっていうことが一番大事だから、その上じゃないと、じゃあこの人にはどういうのが当てはまるのかっていうのは分かんないんで、そうすると心理テストみたいな、簡単な心理テストをしたりとか、その人の、まあお話をたくさん聞くことで、この人はどういう傾向があって、どういうふうにしたらいいのかなっていうのをこう探っていきながら、うん、でそういうのを一緒にやっていく、それがまあ、あのカウンセリングとか心理療法の流れですよね。うん、そうなんですよ。で今20時なんで、まあ半分ぐらい来たんですけど、うん、でね、でまあカウンセリングとかさ、そういう心理療法っていうのはどちらかというとこう病んでる人を治すっていうイメージがあるじゃないですか、うん、確かにね、そうなんですよ。だけど僕はね、どちらかというと視点がちょっと違ってて、こう悪いところを治すって思うと悪いところを意識しなくちゃいけないじゃん、こう逆説なんですけど、例えばあのね、こう人がいてさ、こう今からこうリンゴのことを絶対思い出しちゃいけませんよって言った時にできないんですよ。それリンゴのことを思い出しちゃいけないと思った時にリンゴが頭に出てくるでしょ。だからあの病気を治そうと思った瞬間に病気のことが頭に入っちゃうわけ。だから本当で言えば病気っていうよりも元気になろうっていうような、スタンスがいいんじゃないかなとは思ってるんですよ、うん。だから悪いところを治すっていうよりも、悪いところはまあ結果的には治るかもしれないけど、その人が生き生きこうできるように元気になる方法を探していくっていうのが一番かなと思って。そうすると心理療法だけではないだろうなと思ってるんですよ、うん。そう。で、まあ。今の一番のメインというか、心理学っていうか、なんだ、カウンセリングとかね、そういうものになると、やっぱ病気を治すっていうイメージがあるんだけど、私はだから、うつ病を治したときに、まあ、これも、水曜日にちょっとお話しするんだけど、こう、やっぱりね、治すだけだと治らなかったんですよ。その時に、やっぱりね、もっと先のことをこう、見る、もっと元気になりたいっていうのがあって、それとまあこの前メルマガでもそう書いたんだけど、やっぱり病気の時って病気治りたくない気持ちもあるんですよ。治っちゃうとみんなに親切にしてもらえなかったりとかね、それとか、まあ、治ったらブラブラできないとかね、いろんな治らなくて得をするところっていうのがこうあって、そこにこだわっちゃうんですよ。だからこう現状にとどまりたいっていう気持ちがどうしても出ちゃうんですよ。だからそれには、だから治った時のこう夢じゃないけど、治ってこんなことしようよっていうのがあると、じゃあ治りたいなっていう気持ちになるじゃん。だそっちの方がなんか大切なんじゃないかなというふうにもちょっと思ったりなんです、そうで今、まあ、ていうかまた水曜日もこう話するんだけど、自殺の問題っていうのがあって、まあ、今ね、こう誰でしたっけ、なんか自殺されましたよね、あの芸能人。なんだけど、すごく自殺の問題ってね、ずっと多くて、
で、12年間だったっけな、まあ10年以上ですよね。もう3万人、年間の自殺者っていうのが3万人を超してるんですよ。それってもうなかなかこう少なくならない。で水上夢のお話するんだけど、なんで自殺しちゃうのかなと、こう結局ね、自殺っていうのはね、僕もだからうつ病の時に本当に自殺したいと思って、こうアルコール一気に飲んで行ったりして意識なくなっちゃって大事とかしたんだけど、その時にやっぱりなんで自殺するのかなって、死にたいんですよ、やっぱ。やっぱりね、死ぬっていうのはだから自分が認められないというか、今の自分が嫌だし、それにこう誰にも分かってもらえないし、こう希望もないし、誰に言ってもこう受け止めてもらえないんですよね。そういう絶望感からやっぱりね、こう立ってしまうというか、やっぱ自分を消したいんですよね。で、今の辛いものからこう逃げたい。その方法っていうのは多分もっとたくさんあるんだけど、本当死神に取り憑かれたっていうかね、こう一回それをこう思った時になかなかそこからね抜け出せないんですよ。人間って結構そういうところあるでしょ。なんかこうこだわりがあってさ、一個こだわりが出ちゃうとさ、なかなかこうそこから抜け出せない。だそういう時にやっぱり誰かの助けが必要になってくるね。その時にやっぱり助けになる人たちがちょっと勘違いしてるところもある。やっぱみんなそのね、苦しんでる人のためにやってるんだけど、実は加害者だったりなんですよ。親父の時もそうなんだけど、結局親父の時も私がね加害者なんです、結局ね。で私がだから自殺したいと思った時に、今までは親父にしてたことが本当加害者っていうか、親父はそれは辛かっただろうなと思うことが分かってきたんです。だそういうやっぱね、その周りの人がやっぱ知ってないといけないってことは多分あるんですよね。それがやっぱりなかなか知らないから、まあよくね励ましちゃいけないとかさ、頑張ればいけないとかって言うんだけど、まあそれはそうなんだけど、他にもいろいろねそういうのがあるんですよね。だからそれも水曜日の時にはちょっとまとめてお話ししたいなと、今ちょっとそういうのはちょこっとできないんでね、まとめてやりたいと思ってるんですよ。そうで、今なんでっていうわけでもないんだけど、こう自殺が多かったりとか、うつの人多いですよね。で、こうその原因って、まあ原因の一つもあるんだけど、まあ景気が悪いとかさ、そういう原因もありますよね。だけど、まあ私の市長とかがこう言ってたことなんですけどね、昔よりもね、やっぱり今の方が幸せがなくなったんですよ。だから昔は確かに不幸でしたよ。物がなかったりとか戦争があったりとかした時代ですよね。だけどそれよりも今の方がね、幸せはなくなったんですよ。で、復興っていうか、そういう昔なったような不幸はないのかもしれないんだけど、昔のあった喜びとか幸せ、昔だったら幸せだと感じることが今は幸せで感じなくなったの、感じられない時代になっちゃった。だから不幸の数は多くなったんだけど、幸せの数はどんどん減ってるんです。だから例えばね、そうですね、例えばまあ物がない時代ね、極端な話、
食べ物が食べられない時代、今でもほらバングラデシュとかああいうところでこう難民の人いますよね。食べられないですよ、苦しいですよ、辛いですよ。だけどあの人たちは牛乳をもらったりとかパンを一切れもらった時にわっこれで生きられるっていう喜び、次元は違うのかもしれないけどそういう幸福感をこう味わうことができるんですよ。ところが今ねパンもらったって別に嬉しくないでしょ。嬉しい、私は私パンもらって嬉しいです幸せですっていう人はあんまりいないですよね。ああね、で一時期はほら三種の神器つってさ車と三種つったっけ、クーラーとか車とかなんだっけカラーテレビね、そういうのに憧れてね、そういうのが欲しいつって一生懸命働いた時代ありましたよね。安倍さんの時代はちょっとそういう時代じゃないかもしれない。私の時代もちょっとずれてるね、親父の時代ぐらいですね。そうすると働いて冷蔵庫が買いましたってわーって家族で歓迎するわけですよ。みんなが家族全員がね冷蔵庫買っただけで幸せになれる。でましてやで、ね、私小学校1年生の時にカラーテレビが来たんですよね。そしたら今まで白黒だったのにテレビがねカラーテレビにカラーで見えるんですよ。これすっごいショック、すっごいびっくりしましたよ。白黒が普通だったと思ってたのにカラーで見えちゃうんですよね。リンゴの色が赤く見えるっていうのがねすごいねびっくりして、その時にやっぱり親父がだからこうテレビ買ってきたわけですけどね、で電気屋さんが届けてくれたわけで、その設置してるのを見てもう家族みんながワクワクですよ。ああほんで着いた時にもみんながもう一斉に喜んで、ああそういう時代ですよね。でも今さ地デジこうああって今いろいろとね地デジのね、ハイビジョンと映像で綺麗になってますよね。だけどそれを買ってそういう喜びっていうか幸せな気分、それを家族買ってさ地デジが来ましたってさ家族でお祝いできるような幸せじゃないでしょ、うん、だから地デジのいいテレビを買っても幸せになれないんですよ、うん、だけど不幸が増えてるんですよ。例えばね誰々さんのところでピアノ買った、誰々さんのところで車買った、うちにはないったら不幸なんですよ。昔はあって幸せなくて普通だったのが今はあって普通なくて不幸せなんですよ。でいくらあってもね、いい車買ったとしてもそんなに家族みんなでねお祝いできるほどの幸せっていうのはまずつかめないですね。だあるとすればそうですね、まあ、家を買うとかね、新しい新築の家を買って引っ越しですったらいいかもしれないですけど、まあ、しょっちゅう引っ越しはできないですね、うん、だから本当に食料が不足してた時代っていうのは毎日が嬉しかったっていうのがある。卵が食べられて嬉しかったとかな、こうあれでも、メルガガでもさほら嬉しくなるゲームってやってるけど、何をもらっても何があっても嬉しい時代、それが今の、まあ、20世紀の後半ですよね。何があっても当たり前なんですよ。いいことが当たり前だから自分にないものばっかり見えちゃうんですよ。だから例えばいろんなものがあるんだけどね、その中であの人よりもうちの何かがこう古かったりとか安かったりすると、そうするとそのないものばっかりにこう集中するんです。それは不幸の拡大総選挙というかさ、常に不幸を探して回ってるってことになっちゃう。
だからすごくね、今の時代は不幸な時代でもある、うん、だからこう今ニートっていう人たちもいるし、引きこもりっていう人たちもいるし、とね、ニートの人たちとか引きこもりの人たち、それは、まあ、ある意味だが希望はないんですよ。で、例えばね、あの昔だからそういう景気のいい時代もそうだし、こう私の父親ぐらいの時代、どんどん高度成長期の時、頑張るとね、係長、課長、部長ってこう出世してくるわけですよ。ところが今ね、頑張って会社で働いたとするよね。そしたら出世できるかっていう、もうリストラの対象になって、例えばね、本当にそうなんだけど、あの課長以上、例えばね、課長以上になると管理職ってなっちゃう。で、今はちょっと変わってるかもしれないけど、課長以上だと労働組合に入れないとかね、あって、そう、平社員の時には、係長とかの時には、あの労働組合がある程度守ってくれた。ところが出世しました、課長になりました、部長になりました、で業績が悪いです、クビですね、出世したらクビになっちゃうんですよ、下手すると。それよりも、じゃあクビになるぐらいだったら、こう無難に係長止まりがいいかなとかさ、うん、であの今平等平等って言われてるんだけどね、あの格差なくせって言われてる時代なんだけど、で昔はだから働いてそう出世すると給料がどんどん上がっていったね、社長になったらいくらもらえるっていう、こう夢があったんですよ、会社に行っててもさ。ところが今ってさ、出世してもそんなに変わんないでしょ、うん、ちらっとこの前さ、見たテレビの中で、課長に昇進しましたってね、家でお祝いしたんですよ、してる場面があったね。で奥さんすごく嬉しくて奮発してご馳走をこう用意したんですよ。でさぞかし出席したからこう給料が上がっただろうなと思ったら、そしたら月5000円だったっていう要は出世しても見返りっていうか、それに対して受け取れるこう見返りがない時代、要は頑張っただけ損するっていうか、得しない社会になっちゃってる。ほんだったら頑張る必要ないじゃんってこと。頑張って何かやって辛い思いしてやって何も変わることないんだったら、うん、ニートでもいいし、こうアルバイトぐらいで好きな時にね仕事すればいいやみたいな。そうするとやっぱりね、意欲もなくなっちゃうしね。それが若い人たちがこう意欲がなくなってる原因なんだけど、そこにはやっぱり夢っていうのはやっぱりなくちゃいけないじゃん。こういうことして自分がこういうふうになりたいっていう夢、その夢をやっぱりさ、どうもほら否定されちゃうこともあったりなんかして、うん、そんなことできるわけないよみたいな、あ、そんなバカ言ってんじゃないよみたいなこと言われる社会でもあるんだよね。だからもっとね、夢を大事にできるような環境がすごく欲しいなと思って。で、うつの人もね、病気の人も治って良くなるのかっていうと、前ね、病気の人に聞いた時に言われたのはね、あの今障害基礎年金をもらってます、ね、でもし良くなっちゃったらもらえません。そしたらどっちがいいですかってことになっちゃう。治らないで、ね、年金もらってればまあ暮らしていけるんですよ。
そこが治っちゃって年金を取り上げられちゃったら生活できないんですよ。と治りたいけど治っちゃ困る。そういう意識がどうしても働いてしまう。で、結局ね、人間またちょっと変わるかもしれないんだけど、人間っていうのはこう潜在意識ってよく言いますよね。で、よく潜在意識っていうのを氷山に例えられたりするんですけど、そうすると意識っていうのはほとんど氷山の出てる部分、それに対して無意識っていう潜在意識ですね、隠れた部分っていうのはもうほとんど占めている、要はそう隠れたこと、要するに自動操縦ですよ。要は考えて動いてないんですよ、人間は。もう自動的にこう行動してるの。だから会社なりから家に帰るときに道なんか考えてないでしょ。車を運転するときに右にハンドル切ろうか左ハンドル切ろうかとか、アクセルはどっちだったとかさ、そんなことは考えてないでしょ。それ自動操縦って言って無意識なんですよ。ほとんどがこう無意識で働いてて、で無意識をこう変えるっていうことは非常に難しい。でさっきの、ね、病気を治してもらってたらなんか困るんじゃないかっていう、そういうものっていうのはその無意識に左右するんですね。そうするとどうしても治すっていう行動に対してブレーキがかかってしまう。要は治らないんです、ダイエットなんかもそうなんですけどね、だからダイエットでもう結局さ、ほら痩せたいっていう、みんな痩せたいって言うんだけどね、痩せるために失うものが怖いから、要は食べられなくなったりとか、甘いものをたくさん食べるっていう喜びがなくなるとか、そういうのがあるとどうしてもこうダイエットを続けることができなかったりとか、まあ不安とかそういうのにこう来て、まあ肥満とかはまあ中毒ですよ、食べ物の中毒なんだけど、そういうことにこうなっていってしまう。だからその無意識をの部分っていうのをっていうか、無意識っていうか自動操縦の部分をこう意識の上に持ってくっていうこともすごくストレスマネジメントの上で重要なことなんですね。それがだからね、セリフモニタリングっていう、認知行動療法っていう、まあ比較的新しい、心理療法の時に使われる一つの、ものなんだけど、そういう自分自身を見つめていくっていうことはすごく大変なことっていうか重要なこと、その辺もだから水曜日の方にこう心理療法を、ね、治る上でこう私自身が自分を実験台みたいにってある意味ねこうどういうふうにこう治っていくのかなっていうのをこう技術者の目でこう解析しながら、ちょっと考えてったんで、とかうつ病になるメカニズム、それの辺もね、私流のメカニズムっていうのがある程度あって、まあ、完全にこうできてるわけではないとは思うんだけど、少なくともね、今よく言われてるセロトニン仮説とかね、そういった短絡的な仮説ではないと思います。単純なものではないっていうことですね。そう。で、そうですね。で、私がもう一つ心っていうので大事にしているのが、まあ心っていうなんだけど、マインドっていうの。よく使いますよね、安倍さんね。マインド、マインドって言いますよね。マインドっていうのはだから、要はよくなんか成功者のとか自己啓発の時にマインドセットっていう言い方があるんだけど、要するに心構えとか、なんですか、その感じ方とか、そういうもののこう、そういうものをこうセットしていく、
要するに築いていくっていうか作り上げていくっていうことがすごく重要で、だから僕マインドっていうのがすごく重要だと思ってるんですよね。で、まあ、マインドっていうとすごく悪いイメージとかあって、マインドコントロールっていうね、よくね、オウムなんかで宗教のね、カルト集団がマインドコントロールだなんだって言われてて、で、マインドっていうとどうもね、こう、マイナスイメージにこう、見られがちなんだけど、やっぱマインドっていう心はすごく重要で、この医者なら医者のマインドっていうのがあるんですよね。で、技術者は技術者のマインドがあるし、カウンセラーはカウンセラーのマインドがある。要はその職業なりその立場なり、社長は社長のマインドがあるんですよ。で、社員は社員のマインドがある。で、みんな違うものを見てるんですよ。で、ロバート清崎かっていう自己啓発系の本を書かれてるハワイの実業家の人が結構有名なんですけど、でその人の、金持ち父さん貧乏父さんっていう有名な本があるんですよね。そこに書いてあるのがこう4つの現実っていうのがあって、その人が言うには現実っていう言い方をするんですよ。だからその人が言ってる4つっていうのがこう従業員のね現実っていうのがあって、クワドラントっていう言い方するんですけど、クワドラントっていうのがあって、それが、まあ、その人を持ってる現実感っていうかなんですよ。で従業員の現実があって、でスペシャリスト、要は専門家とか、なんだろう、自営業みたいな人のマインドというか、現実がある。で、事業家の現実があって、で、投資家の現実。その人はまあ経済的なものを扱ってるんで、そういう現実がおのおのあって、みんな違う考え方を持ってるっていうことなんですよ。だからその人たちが持ってる現実の中でみんな正しいんだけど、そのその現実クワドラントが違うと違ってくる。その一つのクワドラントって現実の中では正しいものが、別の現実の中では正しくないものになってしまう。そういった伝え方してるんですよ。だからそれはだから経済的なね、こう枠組みの中での話なんだけど、それと同じようにマインドっていう、マインドセットとかって言ってるマインドっていうのは、その職業なり立場なりのこう考え方だからね、子供を育てるお母さんのマインドもあるし、従業員としてサラリーマンで働く人のマインドもあるし、医者のマインドもあるし、政治家のマインドもある。で、そのマインド同士は正しいんですよ。例えばちょっとおかしいかもしれないけど、今ね、今国会でいろいろとさ騒がれててさ、でそれをこう有権者っていうかこう見てる人たちが違うよ違うよって言ってるんですよ。だけどそれはあの人たちはあの人たちのマインドで考えてるんですよ。だからあの人たちの中では共通した価値観があって、共通した言語で話してる。ところが別の人からすれば違うマインドなんですよ。そうするとマインド感がこう、マインドが違うと同じことを話してても通じない、理解し合えない、そういうものがある。だからすごくマインドっていうのがこう大切なもの。だから例えばすごく、まあ、ものづくりがうまい、例えばパン屋さんだとするじゃん、パン職人だとするじゃないですか。そうするとパンを作るのがうまい、じゃあパンを作るのがうまいんだから、じゃあお店出せば儲かるかっていうと
違うんですよ。マインドが違うんですよ。職人のマインドとパン屋を経営するマインドが違う。だからあるマインドで成功してても別のマインドでは一からやり直す、うん、そういうマインドって面白いものがあるんです、うん、で僕の勉強方法をこう教えるっていうか公開すると、私自身どうやって学んでるかっていうことなんだけど、一番多いのはだから本なんですよね。本から学ぶことがやっぱり一番多いんですよ。だけど私は本読んで覚えないんですよ。要は書いてるね、こう名前とか年号とか何があったとこってはあんまり興味ないんですよ。どちらかというとそれよりもその書いた人がなんでこう書くのかなとか、どうしたらこういう考え書き方ができるのかとか、そういう方が興味を持つんですよ。要はその人が持ってるマインドの方が興味深い。だから自伝なんかも私すごく好きで、で私が影響されてるのは本当例えばガンジーであったりとかで、自己啓発のスペシャリストとか一番ね有名なのはナポレオン・ヒルとか、うん、それとか、あとは経営とかね、マネジメントでは有名なのがドラッカーですよね。でドラッカーなんか今ねこう結構ブームになってて、本屋さんに行くとドラッカーの本たくさんありますよね。でなんだっけ、高校野球の、マネージャーがドラッカーを読んだらとかっていうのはベストセラーになってるでしょ、うん、あれなんか要はそういった本を読むんだけど、私の場合はそのドラッカーならドラッカーが言ってることはあんまり覚えない。まあある程度覚えてるんだけど、いつ言ったかとか、なんで言ったか、なんで言ったかは興味あるけど、何を言ったかっていうのはそれほど興味ないんですよ。ある意味すぐ忘れてしまうんですよ。だけどなんでそういうふうにこうたどり着いたのか、要はあれってみんな書いてある本っていうのは、本なんていうのはこう全部過去について書いてるんですよ。ドラッカーの方なんかはもうほとんど過去ですよね。もうなくなられ、この前2003年でしたっけ、2004年かな、なんかでもうなくなられてるから。それに、ナポレオン・ヒルなんかももう100年も前の人ですよ。でほとんどの人っていうのはもう有名な人っていうか亡くなられてる人ばっかりですよ。だから書いてる本はみんな過去の本、過去の事実に対して書いてる。で今言ってること、今出てる本とかもありますけど、それっていうのも結局未来を予測してるんだけど、結局過去を元にして未来を予測してるわけですよ。要は未来そのものがあるわけじゃなくて過去しかないんですよ、参考になるもの。未来を参考にするものっていうのは目標ぐらいのもんで、ビジョンみたいなもんで、使える材料っていうのは全部過去なんですよ。で考えるときっていうのは未来のことを考えなきゃいけないんですよ。過去のことを考えたって変わらないんでね。でも未来のことを考えるときに過去の考え方をそのままやってもしょうがないんです。そうするとどうするかっていうと、過去偉人と言われてた人がどういうふうに考えてたのか、この場面にこの人たちはどういう判断を下したのか、要はその人たちの考えるプロセスなりマインドなんですよ。例えば、まあ、パッと広めたやつだとエジソンとかね、いますよね。エジソンは、まあ、有名なのはこう、電球を
発明したっていうのが有名ですよ。でも本当は本当に偉いのは電球を発明したことじゃないんです。電球は他の人もいいのを出してる。僕はエジソンの偉いところは電球を使うための電力網を作って発電所を作った。一つのマシン全部をこう電球を使うために全部システムを変えたんです。そう。だから一つの発明が変えたわけじゃなくて、そういうシステム全体を変えたっていう発想。あとはよくエジソンは発明家って言われるんだけど、だけど実は発明家じゃなくて事業家なんですよ。エジソン以前のね発明家っていうのはほとんどが一人でやってた。今も発明家って言われてる人はこういろんなコツコツ自分で発明して特許を出しますよね。私も知的所有権、管理士っていうのを持ってるんだけど、それでも見ると特許を、企業で出してるのもあるんだけど、個人的にこう発明家って言われてる人たちが出してるっていうのはみんな一人なりでやってる思いつきだったりとかするんですよ。ところがエジソンのすごいところはその発明をシステムにしちゃったんですよ。だからそれまでの人たちっていうのは、発明する人は自分の部屋だったり研究室だったりとかで発明してたんですけど、エジソンは発明所っていうかな、その開発センターっていうか何だ、発明センターみたいな莫大な敷地をと人員を割いて発明をするためのシステムを作り上げちゃった。中心はもちろんエジソンなんだけど、だけど研究者を雇って、システム化したのエジソンって。そこがすごくすごいところで、その前の人たちっていうのはそういうことしなかった。だからエジソンのマインドっていうのはそういうところにあるんですよ。ただの発明家ではない。だからその自伝を読むときに大事にするのはやっぱりそういうこと。だから、そう、リンカーンでもそうだし、その人がその時代にね、自分の置かれた状況をどう考えて、どういうふうに生き延びてったか、どういうふうに変化してったか、それが一番ね、だから歴史で一番重要なのはそこだと思うんですよ。よく歴史を探るっていうか、歴史をよく、研究してる人いるんですけど、そうすると学生時代歴史嫌いだったんですけど、それは歴史って年号を覚えたりとか名前を覚えたりとかすることだったから全然面白くない。だけど今すごく歴史興味持ってて、その自伝とかもすごく興味持ってるんですよ。それはその中にその人たちがさ、こう考えたプロセスが全部入ってるんですよね。でそのプロセスっていうのは過去のものなんだけど、要はプログラムとかアルゴリズムみたいなもんですよ。計算方法みたいなもんなんだけど、それはデータが違えば、データが違う、要は昔のデータでは昔の結果が出たでしょ。同じ計算してもさ、だけどその計算方法は今の時代の今のデータを使えば今のものができるわけじゃん。だからそこに一番大事なのはそのマインドっていうかその考え方ですよ。だからよくこう自分で何か考えるときに、エジソンだったらどう考えてたろうなとか、ドラッカーだったらどう考えたのかなとかさそういうような視点で考えたり、することが結構多いです。そうするとすごく面白くて、そう、最近だと去年でしたっけ、坂本龍馬とかさ、ほら夢っていうかね、よくテレビに出てましたよね。私見てなかったらよくわかんないんだけど
あれ大河ドラマでしたっけ、ね、NHK の大河ドラマですよね、あれ去年でしたっけ、もう見てないからよくわかんないんだけど、だからその生き方なりこうその人たちが考えたプロセス、そういうのがこう非常に興味があって、じゃあそれその考えを今の世の中に適用したらどんな結果が出るのかなっていうのがすごく面白いだからそういうのがね、あの本を読むこう一番重要にしてるところ、だからカウンセリングで一番参考になるのはやっぱ一番カウンセリングカウンセラーマインドを持ってる人っていうのが、あのなんかカール・ロジャースっていう、まあ精神科医じゃないんだよね、あの人はね、まあ心理療法士っていうか、あの人は学者でもなかったし、まあカウンセリングを普及させた一番の功労者なんだけど、そう、あの人は児童相談所の相談員だった人だったね、だからカウンセラーのマインドの基礎になっているのはやっぱカール・ロジャースだと思ってる。で、そのカウンセラーの基礎になっているカール・ロジャースの考え方っていうのが、一つは人間尊重だ。人間がまず最初にあるってこと。で、それがね、なかなか今の、例えば話に戻るんだけど、今の心の問題に扱ったときに、どうもこう忘れられてるところかな。一つには、薬ができたっていうことがあって、でこうもう一つにはこう CT でもそうだし、いろんなね、今新しいのだと光フォトグラフィーだっけっていう、こう どっかのどこだっけな、埼玉だっけ、あっちの方の先生がなんかやってるんだけど、頭にこうオウム真理教の時に頭にこうヘッドギアだっけみたいなこうつけたら前もあったじゃん、あんなようなのを頭にするんです。で、頭の中の活動がこう光になって、光どういう光だかちょっと忘れちゃったんだけど、その光を検知することで頭がどういうふうに動いてるか、頭の働きをこうモニタリングできるっていうものなんだけど、だからそれはそれですごくね役に立つんですよ、いいことなんですよ。で、薬も薬ですごくいいことで、私はこう苦しい時に薬を飲まずに治しなさいっていうことは、まああんまり言わないんで、そうですよね、言わないんですよ。薬はうまく使えばすごく効果がある。でも薬の使い方で、ね、薬に頼りすぎるのもまた問題なんですよ。要は技術に頼るとこうなんていうの、見えなくなるものって結構あるんですよね。だからこうね、そういうモニターがいいんだけど、ね、そういう科学技術が増えるといいんだけど、僕も自体も科学少年だったから科学がすごく好きで、本当に科学大好きな人間なんだけど、だけどそこばっかりにやってるとやっぱり見失ってる部分があって、それがだから精神医療なんかにもちょっと現れてきてるな。さっきの自殺とかうつの問題でもどうしてもね、精神科行って薬もらいなさいっていうアドバイスが多すぎるんですよ、だからそれも一つの手段であっていいことなんだけど、それだけにあのなってしまうのもちょっと危険だなっていう思いがありますね。だもっとね、だから本当イマジンハートなんですけど、要するに心っていうのは何なのかっていうところをもう一回ね、こう物質としての人間じゃなくて
やっぱ魂としての人間、人間を人間として扱う必要がある。でよくまあ私家族会の副会長とかやってて、でよく聞かれるのもそうだし、よく言われるのに、やっぱり医者だとすると、医者は患者のことをこう病気の人って捉えちゃうんですよ、うん、病気の何々さん、要は病気っていうのがあって、ね、それが中心なんですよ、その人なんですよ。だけど本当に人間として捉えようとした時にはそうじゃなくて、誰々さんの病気の部分に焦点を当てるんですよ。ところがお医者さんとかそういう人になってくると、こう病気に焦点が当てて、この人の部分っていうのはこう付属品になっちゃうそうするとその人の本来のその人を見るんじゃなくて、その病気の病状とかそういうのばっかりになってしまう。そうすると何が起きるかというと、その患者なり、まあ、相談者クライアントは何を思うというと、自分を見てくれないんですよ。やっぱ患者でも何でもやっぱ自分を見てもらいたいんですよ。で自分を認めてもらいたいんですよね。その上で薬をもらったりとか、ね、そうしてもらいたいところが、あの患者さんそのものは付属品に過ぎないんですよ。入れ物なんですよ、うん、そういう捉え方、まあ全部じゃないでしょ、うん、あの私の知ってるお医者さんでもすごくそういうのを、うん、私の尊敬してる精神科医を挙げると、まず八木康平先生、まあ、あの八木康平先生はあの薬の権威で、よく家族会なんかにも講演してもらったりするんですけどね。でその人が言うには、薬っていうのは、いや治すもんじゃなくて、薬はストレスの緩和剤だよっていう言い方するんですよ。だから薬の専門家と言われて、薬の一員者としてと言われてる人も、やっぱり薬っていうのはそういうカテゴリーで、薬は間接的心理療法だって言ってるんですよね、うん、で心理療法は直接的心理療法なの面白い言い方、ああなるほどなと思ったんですけど、要は心理療法っていうのは心に対してダイレクトにアプローチするものなんですよ。で薬っていうのは体を通して心にアプローチする、要は体を通すことだから、要するに間接的な心理療法だっていう言い方をされてるちょっと面白いこう見方をするお医者さんなんですけど、やっぱりすごく患者とかその人っていうのをすごく大事にされてるあのお医者さん、あの精神科医なんで、すごく尊敬している方で、あの彼の読んでる本は結構ほとんど全部読んだと思ってるんですけど、難しい本が多いんですけど、ただすごくもう70、80ぐらいの人なんですけどね、うん、あともう一人好きな精神科医がいて、あの結構本たくさん読んでる、あ出してるんで知ってる人は結構いると思うんですけど、春日なんだっけな忘れちゃった下の名前忘れちゃった、春日先生って言って、あの有名な本だと、あの精神科医が心の中で何を考えてるかとかさ、そういうちょっと精神科医でありながら精神科医でないような先生がこういて、直接こうセミナーの時にお話ししたりとかしたこともあるんですけど、その春日先生はまあね、家族会で講演してくれた時に、あの車でこう駅まで、まあ、30分ぐらいかなかけて送ってたことがあるんですけど、その時にいろいろなお話して、やっぱ全然精神科医として違う考え方持ってるなっていう、うん、そういうだから
ね、心っていうものを本当にこう大事にしてくれてるお医者さんっていうのがいるんですけど、またね、違う人なんかだとやっぱり薬さえ飲んでは治りますっていう、だけど人間ってそんなにこう単純なものじゃないし、やっぱり人間っていうのはまあ心もそうだし環境っていうのも重要でしょ、だっていい立派な人だってさ、戦争の現場に行けば体壊すし、まあ、心も病んでくるし、だから環境も重要ですよね、そういった面ではもう本当に行政も重要だし政治も重要だ、で職場環境が影響するのは、まあ、職場ですから企業とか重要だし、家庭っていうのも環境だし、そう家庭のお母さんお父さんっていうのは子供に対してもすごく影響を与えるものです。そういったもんで心っていうのを扱おうと思ったらね、もう無限に広がるんですよね。だからブログでも書いてたけど、心ってどこにあるんだろうって思うと、心って特定できないけどどこにでもあるもんで、いつでもあるものなんですよ。そうすると心、僕は心のスペシャリストじゃなくて心の、あのプロフェッショナルになりたいと思ってるんだけど、そうするといろんなことにこう興味を持ってないとダメで、で一つのね解決にしても、うつ病一つの解決するにしても、もう解決方法は無限に ある。その人が一番いい解決方法を見つけてあげなくちゃいけないし、探ってあげなくちゃいけないし、そのクライアントなりが見つける方法、気がつく方法を工夫してあげるっていうことも必要だし、それには今あるね、あの技術、心理療法とかそういうのがあるんだけど、それをこう一つのものにこだわるわけじゃなくて、いろんなところのいいとこ取りじゃないけれども、その人に合うように、まあカスタムメイドじゃないんだけど、なんつったっけ、カスタムメイドじゃなく、カスタムメイドって、あ、カスタムメイドっていうと結局あれですね、オーダーメイドか、オーダーメイドじゃなくて、オーダーメイドっていうのは一から全部作り直すことでしょ、だけじゃなくて、どちらかというとカスタムメイドですよね、こう部品として扱うんですね、心理療法なりいろんな治療方法を部品として扱って、その人に一番ある方法、それと一番ある環境とかもこう考えてあげなくちゃいけないなと思って、そういった面でね、こう取り留めないんだけど、ね、すごくカウンセリングっていうか心理療法っていうのは非常に、難しいなと思ってます。だからカウンセラーとか心理療法家っていうよりは、僕はもう心のプロフェッショナル、心に関してあらゆる手を尽くして、それが心理療法だろうが、あの薬物療法だろうが、食療法だろうが、何でもいいんですよ。そこにはだから、その人が宗教を信じてれば宗教だってあるかもしれないし、ね、だから心の、プロフェッショナルになりたいと思っております、ということで今8時54分、だいたい当初の計画で、で視聴者は今4人になってしまいましたちょっと難しい話になっちゃったかもしれないし、でも最高で8人ぐらいいたんだっけ、ね、だから8人というと6人ぐらいかな、2人でまた今度違うね、テーマなり、今回はほら全然最初だからどういう風になるか分かんなかったから、テーマも決めなかったし、適当にこう思いつくのを話してたんだけど、だからあと来週多分私のお友達ね、竹本さんという学生さん来てくれると思うんだけどね、今日来れなかったから、それは稲城に住んでるんで、直接こっちに来てもらって、で、阿部さんも都合が良ければ出てもらいたいんだけど、それで、
その人はあのコンピューター関係も得意だし、あと物理学の学生なんですね。あの応用物理学今の3年生なんですけど、うん、だからその辺の話とかも一緒にできたらいいなと思ってて、うん、ちょっと計画してテーマちょっと考えてみようかな。来週とか、来週になるかどうかわかんないんだけど、次やるときにはテーマをもうある程度絞ってこうお話できるかな。あとはあのね、誰かにね、あの手伝ってもらうっていうか、要するに安倍さんみたいにして、今テレビ会議ができるから複数4人までは試したことあるんだよね。で音声だけにすれば4人でも全然大丈夫だから、だからまあそんなにたくさんで話してもらってもしょうがないと思うん で安倍さん含めてまたあと1人ぐらい、例えばまだ話してないんだけど、もしかすると藤岡さんとか聞いてないよね。わかんないけどさ、いやスカイプにさ藤岡さんが入ってるからログインしてるから、うん、だからパソコンの前にいるかもしれないけど、もしかすると、あ、藤岡さん いるわ。あのストリームに、ソーシャルストリームに入ってる。知らなかった。2つ画面を立ち上げたようです。あ、うん。なんかね、あの、音声がエコーで2回聞こえますって書いてある。で、2つ画面を立ち上げたようですって書いてあるから、ああ。で、安倍さんもね、今スカイプでお話ししてるんだけど、で、ユーストリームを一緒に立ち上げるととんでもないことになっちゃうんですよね。時差があるからね。スカイプはどちらかというともうほとんどリアルタイムにお話しできるんだけど、あのユーストリームの場合は何秒か時間差があるんですよね。そうするとあたかも地球と月面とお話ししているような感覚になってしまって、わけが分からなくなって、あ、通じない。で、ユーストリーム、あの、一回ね、実験したときには、最大でね、1分ずれがありました。要はこう、パッとこう、手を挙げると、1分後にね、変わる。そういったものがあって、あ、今もね、こう、今、あの、ユーストリームの発信、送信の画面をメインのパソコンに移してるのね。で、それともう一つのパソコンには、実際にみんなが見れるようなユーストリームの画面になってるわけ。そうするとサーバーじゃない、発信してる側もサーバーをモニターしてるんだけど、だけどリアルタイムじゃないにもかかわらずやっぱ時間差がある。で、多分ね、このあのネットワークってさ、インターネットってさ、いろんな系列でさこう移動するでしょ。伝わってくる傾向が全然違う。だから極端な話、こういうことはほとんどないんだけど、ね、あのアメリカ経由で日本につながるとかっていうことも理論的にはあり得る。そうすると例えば安倍さんと大阪と日本、あの東京で話してますよね。そうするとこう考えると大阪と東京だから、まあ、東海道新幹線のラインかなんかが通れば最短でつながるんだけど、インターネットの世界っていうのはそうじゃなくて、やっぱりこう発信した時にこう気まぐれじゃないんですよ。あのちゃんとこう拘束があるんだけど、結局ね、あるものはこう最短距離で行くし、あるものはアメリカ経由でロシア経由でこう入ってきたりとか、そうするとどうしても時間差が、同じにつくとは限らない。だからリアルタイムのこう話はできない。あれ、なんかもう一つあったね。今の子供はかわいそうですねって書いてある、藤岡さんから。昔は街頭テレビとかと、あ、街頭テレビや隣のテレビを見せてもらって幸せな時もありましたねって書いてある。
藤岡さんは50代でしたっけ。だから藤岡さんの時代は街頭テレビの時代かもしれないですね。私の時代は街頭テレビじゃなくて、あとちょっとあのもう21時になっちゃったんだけど、親父もまたねこう新しいもの好きだったんですよ。だからあのテレビがえらい高い時に、親父貧乏だったんで買えないから秋葉原からキットを買ってきた。だから組み立てないの部品だけのやつを買ってきて家でつあの組み立ててね。で私だから小さい時住んでた時には本当に長屋家じゃなくて長屋ですよ。あの江戸時代によく時代劇出てくるみたいな、ああいう長屋に住んでたんですよ。だからテレビ大家さんも含めてテレビ持ってなかったから、で親父がそういうキットで作ったもんだから、あのうちにみんな来るんですよ。街頭テレビじゃないんですけど、あのうんそうお茶の間テレビみたいな感じになってて、みんな寄ってきて見てた時代。藤岡さんは街頭テレビの時代なんですよ。私はちょっと違うちょっと時代が違うということで、まあ、藤岡さん見てもしかすると今見てるのかもしれないけど、こういう形でね、まあ、今安倍さんに、うん、こうスカイプを使って、あれちょっとスカイプを使ってあれこんな感じです。合わない、ああ合わない、あれこうか、うん、こういう形でお話しできてるんで、これをもうちょっとクリアな画面にして、こうあのそう藤岡さんとかのね、このクラウドコンピューティングのお話をこういろいろと伺ったりとかね、このセミナー形式みたいにねやることもこうできるので、そうするとスカイプだとね、スカイプで参加してもらうと、それこそあの世界中どこからでもこう講演してもらえる知り合いにお願いしてこうお話できて、それをユーストリームでこうみんなで共有するっていうことができる、ちょっと面白い企画かなと思ってますんで、もしあの藤岡さん見ていらしたらまたメールでこう打ち合わせして、あとね、なんだっけ、あの生きがい探求フォーラムね、安倍さんも入ってくれたんですもんね。あのフォーラムの会員になってくれたんですよね、この前ね。そうするとやっぱり会員はね、ネット上の会員ってたくさんの人がいるんで、そうするとオフ会に来れればいいけれども、オフ会は来れないけど、なんとかこうみんなにつながりたいという人なんかはこんな感じですね、話すのも一つの手なんじゃないかな、うん、また他の方法も実は考えてるんですよちょっとまだ実験段階なんで、こうできるかどうかもわかんないんですけど、もしできれば音声だけなんだけど、こう10人20人30人40人100人ってで一緒にこう話しながら、こうスカイあのユーストリームで画面を共有しながら、そういったなんかこう、まあクラウドコンピューティングの世界で言えば、あのマッシュアップっていう技法、マッシュアップっていうのは要はほら、もう安倍さんなんかわかんないよなだから安倍さんがいいんだよ、わかんない人がいてくれるとすごくありがたい。マッシュアップっていうのはあの Google とかいろんなね、マイクロソフトでもこうスカイプでもいろんなメーカーじゃないな、そういうね、ベンチャーがさ、いろんなサービス提供してるじゃん、うん、でそれをね、部品としても提供してるのよ、うん、Google だったら Google Earth のこう API っていうものなんだけど、アプリケーションプロ、ん？アプリケーションプログラミングインターフェースかな、
API とかっていうような言い方してこう部品として提供してるの。だから部品だからこう使う側が組み合わせて新しいものができる。そういうのをこう積極的にやるのがマッシュアップっていう手法なんですよ。で、もともとはマッシュアップって音楽用語なんだよ。いろんな音楽あるじゃない。それをマッシュアップって言って、要はいろんなものをこう組み合わせちゃって音楽をね、一つの全然違う音楽を作っちゃおうっていうジャンルがあるわけ、うん、そこから来てるこう言い方なんだけど、クラウドコンピューターで言えばその API っていうね、このウェブ上のサービスを一つにまとめていろんな部品としてこう使うことで使い勝手のいい面白い使い方ができるよっていうのをこうやるのがマッシュアップなんです。うん、いや、それができれば一番いいんだけど、例えばユーストリームとスカイプとなんだ、うん、フェイスブックとかそういうのの部品を集めて一つの画面で何かできるっていうのが、まあ、マッシュアップなんですけど、僕はちょっと違うマッシュアップなんですけど、それも一つのマッシュアップで、じゃあ人もマッシュアップしちゃいましょうっていう、要は安倍さんっていうさ、あの部品ですよ悪いですけど悪いですけど部品ですよ、うん、大阪にいる部品をこう自宅に持ってっちゃいましょうって。でアメリカなりヨーロッパ、僕はほらあのインドネシアの人とかで、インドネシアの人をこうこういうところにスタジオみたいな感じですよね、呼んでその人が部品となってこう一つの番組ができれば面白いし、うん、そういったなソーシャルの マッシュアップっていうのを組めてさ、そうするとさっきお話ししたようにこう公演なんかね、ちょっと過ぎちゃったけど、まあまあ聞いてる人は聞いてくださいっていう感じで安倍さんとお話してんだけど、ね、ちょっとさっきも話したみたいに講演っていうのはやっぱりある種の特殊技能なんですよね。こうものをまとめ、自分の技術なり知識をまとめてその上で人に話すっていうスキルが必要なんです。まとめるっていうスキルもあるし、話すって発表するっていうスキルもあるなくちゃいけないでしょ。ところがさっきもこの番組始まる前にもちょっと話したように、なかなかそのスキルを持ってる人はそう多くはないし、でましてやそれプラスそのまとめる素材がなくちゃいけないんだよね。だから自分の持ってる技術っていう素材があって、それをまとめ上げるっていうスキルがあって、それを発表するっていうスキルで、なおかつそれを発表するためのシステムがいて、相手人を集めるっていう、こう方法、今はだから最高で8人ぐらいしか集まらない、8人ぐらい、10人ぐらいいたかな、なんかぐらいしか集まらなかったんだけど、そういったさまざまな技術があって初めて自分の技術が伝わるんですよ。でそれが本の場合もあるし講演の場合もあるし、だけどそれを全部全てを揃えるっていうのは大変なことなんで、で多分例えばこれだけ、ここにあるものだけ使うだけでも、こうさっきお話ししたんだけど、こう名も知れないパン職人がこう俺の技術はこんなもすごいんだよっていうのをこう発表する。で私がこう聞くことのプロなんですよね。要するにお話を聞き出すっていう、あれってなんか尋問じゃないんだけど、お話をこううまくこう話せるようにこうお膳立てするっていうことに関してはある種のプロなんで、そうすると話下手なんですけど、まとめるのが下手なんですけどっていう人でも、撮った写真なり送ってもらったりとか音楽なり送ってもらったりして、でその人が何もまとめなくてただ来てくれて、で私に
教えてくださいっていうこのスタンスで、私に教えてもらえばそれをみんなでニューストリームで共有できるじゃん。そうすると発表する側も気軽にね参加できるから、そうすれば面白い話が聞けるんじゃないかなっていう発想がこうあるんですよ。それがだからあの藤岡さんとかやってるこう生きがい探求フォーラムのこうセミナーやってるんですけどね、そういうのを一つの方法としてこうなんか利用できないかな。そういうのもだから頭ではいろいろ考えてるんだけど、こうやってみないとさ分かんない部分ってたくさんあってね、今回もちょっとトラブルあるんですよね、うん、私ちょっと意外なトラブルがあって、まず一つは音が意外に悪かった。前試した時はもうちょっと良かったんですけど、何が原因なのか分かんないんだけど、そこをちょっと直す必要があるのと、やっぱカメラの数ですよね。やっぱできれば安倍さんの顔もちょこちょこと切り替えたい安倍さんのあのニコニコしたね顔をちょっと出してもいいかなと、例えばね、うん、そういうその仕組みはちょっと入れといたはずなんだけど、今回それをやると画面がフリーズしてしまってちょっとそれはね水曜日までにはちょっと原因をこうやらないとちょっとねダメなんですよ。あ、なんか藤岡さんから7分前にメッセージがありました。 Web2.0 の世界ねって書いてあるの。そうなの、2.0 2.0 って言われても分かんないでしょ。それといろいろやってみることですねって書いてあるんだけど、そうなんですよ。本当にねやってみないとね分かんないんですよね。やってみて、あ、こんなこともできるって言って一歩踏み出すと2歩目3歩目がこう出てくるんですよ。だけど一歩踏み出さないとその2歩3歩目がどんなものかっていうのが想像もつかないんですよ。で Web2.0 っていうのは本当そういう部分があって、こうまあその辺あまり細かく言うとすごく長くなっちゃうんで、ちょっとその辺は今度本当藤岡さんとかにこう教えてもらえばいいんですけど、あの双方向なんですよね、うん、Web2.0 その前のやつっていうのは一方通行だ、テレビ中継みたいなもんなんだけど、 Web2.0 になった時っていうのはスカイプみたいにインタラクティブ、うん、投げかけてそれに対して答えが書いてくる、ブログもそうなんですけど、そういう世界で Web2.0 の世界っていうのはこうよく永遠のベータバージョンということ、それはあの藤岡さんに書かれたいろいろやってみることですねっていうのにちょっと関係すると思うんですけど、要はベンチャー企業がやってるわけだから、やってみないと結果が分かんないことがあるんですよ。だから製品として出さないっていうか、製品として完全あの製品には、ベータバージョン、まあ、大きく言うとベータバージョン、アルファバージョン、ベータバージョン、アルファバージョン、製品っていうのがあるんですよ。でベータバージョンっていうのは実験段階なんです。要は製品でも仕様が決まってないもん、あのよくプロトタイプって言ってるんですけど、開発なんかの場合はともかく作ってみましょうのタイプ、あ、何でもそうなんですよ。開発の本当の初期の段階っていうのは作ってみないと使い勝手も分かんないし結果も分かんないから、ともかくすぐに作れるものということでプロトタイプっていうね、あのガンダムでもプロトタイプっていう言葉は出てきたと思うんだけど、要するに実験バージョン今度またできればね、本当ガンダムのメカニックデザイナーの大河原さんとかそういうのも読めたら面白いんだよね本当は、うん、だって大河原さんってメカニックのさデザイナーの大河原さんってさ、うちからさなんと10分ぐらい歩って10分のところに住んでたっての知らなかったんだよね、うん、だからちょっとお友達になって
ちょっと出てくれるとかさ言うとすごく面白いし、でやってみなくちゃ分かんないからプロトタイプっていうのがあって、それがまあベータバージョン、ベータバージョンよりももっと前のタイプなのかな、プロトタイプっていうと、要は実験バージョンなんです。だからスカイプでもユーストリームでもフェイスブックでもしょっちゅう仕様変わりますよね。マニュアルに書いてあるのと違うさ動きすることあるでしょ。だから使ってる人は分かんなくなっちゃうのがあるんだけど、この前はこれでできたり今回はこれではできないねっていうのがこうあるんですよ。だから永久のっていうのかな、ベータバージョンと言われてて、どん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 仕様が変わってくるわけ。それだけこう動的なの。だから固定しちゃったらもう時代遅れ。ともかく進まないと、自転車と同じように止まってしまったら転んでしまう世界です。だから、そういうのでどん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 変わっていくから、でネットワークっていうのはすごく貴重なっていうか素晴らしい技術だと思ってるんですよ。 IT、 あのインターネットも含めてクラウドも含めて、だからもう本当に人類がこう進化する、カルチャー、カルチャーショックじゃない、本当にあの何て言うの、価値観がこうスライドする、何て言ったっけ、こうすぐこう忘れちゃうんだけど、そういう技術ですよ。根本的な価値観が問われる技術だと思う。で今インターネットとかネットで心がなくなるとか、だから引きこもりが出るんだっていう大人たち、こう保守的な方がいる、よくそう言われるんですよ。インターネットがあるから引きこもれるんだって。確かにインターネットがなかったら引きこもれないですよ、本当に。だって買い物行かなくて死んじゃうからでしょ。食料買うのに昔だったら買い物行かないと死んじゃうから、だから引きこもることはできないんです。まあ家族がいれば別だよ、一人で引きこもることは絶対できない。今一人でも引きこもれるんだ。だってネットで注文すれば宅配で届けてくれるし、食料だってね、あの生協もあるし一歩も外出られなくてもいいから、そういう意味ではあの引きこもりを助長してるっていうのかもしれないんだけど、だけどネットっていうのは本来そういうものじゃなくて、まあ機械でも技術でもみんなそうなんですけど、車はね人間の足をこう増幅して、足の能力を増幅してるわけだし、でコンピューターっていうのは頭の能力をこう増幅してるわけ、増幅してるわけですよ。でネットっていうのは何を増幅してるのかなっていうと、コミュニケーション能力だったりとか、だからブログにもこの前一回書いたことあるんですけど、インターネットとかの世界っていうのはドラえもんのどこでもドアだと思ってるんですよ私は。でみんなどこでもドアが欲しいって、一番欲しいものは何ですかって言われると、どこでもドラえもんの道具の中でね、どこでもドアが欲しいって言うんですけど、その一部分はこうネットがある意味実現できてる、全てじゃないですけどね。でそういう方向があるんで、で心を扱うにはものすごくいい媒体だと思ってるんで、だから心をありながらインターネットのこととかいろいろこう藤岡さんともさこう教えてもらいながらやって、でこの前も藤岡さんからこう教えてもらった技術があって、今のホームページはそっちの技術に置き換え、徐々にっていうか、どっかでこう切り替えるつもりでいる。でそういったネットと心っていうのは僕からすればすごく親和性がいいし、決して排他的にこうね反発するものじゃないと思ってるし、両方が両方を支え合う
ものであって、多分その2つで人類そのものが進化するんじゃないかなっていう気持ちすらあるんですよ、うん、次の世代の人類っていうか、うん、そういったこう大きなね可能性をこう見えるんで楽しんでいます。ということで今4人視聴者がいるんですけど、また次の機会、また来週できればいいと思ってるんですけど、またあのいろんな媒体でこうお知らせしますんで、よろしくお願いします。阿部さんどうも、長い間どうもありがとうございます。またね、水曜日に、あ、水曜日は阿部さんもまた手伝ってもらえる？大丈夫？ちょっとあの平日なんで悪いんだけど、やっぱりこう顔が見えていないとなかなか話せないんで、セミナーとかやるんだけど、その時にはさ、会場にさいるじゃん、うん、そうすると言うとさ、うなずいてくれたりとかさ、何らかの反応あるじゃん。だけどさ、ネットだと分かんないからさ申し訳ないね。またお願いします。またいろんな人をできれば招いて、阿部さんもあのアシスタントお願いします。ということで今4人いるんですけど、これで失礼させていただきます。またあの見てください。よろしくお願いします。失礼します。